3月、4月、7月、そして9月の対策に引き続き、先ほど、大型の総合経済対策を閣議決定いたしました。 今回の対策は、物価高克服、経済再生実現のための総合経済対策です。物価対策と景気対策を一体として行い、国民の暮らし、雇用、事業を守るとともに、未来に向けて経済を強くしていきます。GDP を4.6%押し上げます。 また、電気代の2割引き下げやガソリン価格の抑制などにより来年にかけて消費者物価を1.2%以上引き下げていきます。まず物価高から生活を守ります。家庭の電気代について1月から来年度初頭に想定される 平均的な料金引き上げ額約2割分を国において負担をいたします平均的な一家庭で来年前半に総額4万5千円の支援となります以上の物価高への総合的対応とともに最優先すべきは物価上昇に合わせた 賃上げです来年春闘が成長と分配の好循環に入れるかどうかの天王山です構造的賃上げの実現に向けた第一歩として物価上昇に負けない賃上げが行われるよう経団連・連合を巻き込んだガイドライン作りなど労使の機運醸成に 全力を挙げてままいります政府も賃上げ実施企業に対する補助金や公共調達の優遇を行うとともに物価上昇をしっかり組み込む形で最低賃金を引き上げてまいります。